はい、こんにちは、ショウです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、相変わらずね、この構築を使ってるんで、結構でもね、神剣とヤドキングの使用感だいぶ良くて、で、まあ、もともと、そのドヒドイデ、サンダー、ヤームド、バンギラスあたりは結構、その、受け駒としてね、こう、強かったから、まあ、割と不動の枠かなっていう感覚はあって使ってたんだけど、もうまあ、引き続きって感じでいいんじゃないかなって思って、なんかこの2体が入ってきた感じなんだけど、まあ役割対象的にもその、ちゃんとね、神剣がやレヒレに強いタイプだったりとか、まあいい感じのバランスにはなってるんだよね。で、これ選出が、あと結構殴れるやつが多いから、土砕に本地があるんだったら無動でもまあどっちみちちょっときつい話はあるか。いやー、土砕ドン、今、まあ、なんか最近増えたらしいんだよな。神剣で、多少強めに行く？特殊系はヤドキング1枚いればいいかな。で、まあ、ドヒドヤドキング神剣でもいいね。神剣から入って、ヤドキング裏に置くのも確定で、ラスト。無動のがいいかな。いや、まあでもこれだったらドヒドなんじゃないかな。まあ、サンダーから入って、っておくっていうのはまあまあ一個あるけど、ナットレイがな、いやでもナットレイ考えたらサンダーでいいか。いやただそうするとだいぶドサイド重いよね。剣舞された本地はさすがに神剣絶対無理だから。あー、クマから来た。ここ暗黒兄弟で突っ張んのは無理なはずだから、ドヒド引くか。ハチマキだったらそもそも多分引くと思う。あーでも打ち合って勝てんのかな。まあいずれにしても一回は引いていいかな。相手も結構こう悩ましいとこだよね。スカーフウラオさんだったらまあインファで、でも落とせないと思うんだよな。落ちんのかな。ハチマキインファは絶対落とせるから、耐える前提なら突っ込んでくると思うんだけど、まあ、聖剣で落とせるとは思えないからな、こっちの攻撃の。一回暗黒兄弟突っ込んでくんのはハチマキだと困るけど、スカーフっぽいね。まあこれはあれかな、裏でもいいし、あとインファで突っ込んじゃうと耐久下がって返しで殺されるの嫌だとかそういう感じなのかな。こう引いてくるとしたら相手ナットレーとかだと思うんだけど、まあ一回再生から入っていいか。まあ即引いてくるとは思うんだけど、どうなんだろうな。たまにね、このまま暗黒兄弟突っ込んでくれて、再生の回数まあまあ稼げたりして、楽になるときあるんだけど、まあ、すぐ引いてくるんじゃないかな、さすがに。あー、それかあれかな。助けかな。で、暗黒兄弟カウンターとかで、神剣取ろうとしたみたいなノリ。いやー、スカーフっぽいけどな、ちゃんと引いてるから。はい、ダンサーは、これで相手サンダーがめっちゃ通ってるように見えるはずで、ヤドキングを見せていくと。で、ダイマ切ってくるんだったらこっちもダイマ切ってそれは打ち合えるから、一番嫌なのがスボーフからのダイジェットなんだよね。それだけはちょっときついね。まあ、バンギ考えるとでもダイマ切りたくない。あー、オッケーオッケー。これに、そうそうそう。弾早い。まあ、こっちこれだとステロ負ける構成じゃないのがちょっと困るけど。ここウーラオス投げてくんのはドヒドで見れてるから大丈夫で。はいはいはい。で、ドヒド引きでいいね。まあ、エスパー技がこの2体一貫するから、ウツロイドがね、やっぱきついんだよね。だバンギ、バンギか、まあ、メタグロスとかがいないとウツロイド無理なんだけど、ちょ、映らへん。ハピとかラッキーでも無理なのがさ、ショックまで考えると、やっぱしんどいよなっていう。はいはいはい。これが強えよな。でも威力50ちょっととかでしょ？ヤドキングはヒットポイントマックスになってんの、いいね。再生力ループ最高。こうネットで突っ込もう。で、ハチマキの火力じゃないから。ああ、やっぱそういうのか。挑発とかがあるやつか。
オッケーオッケーオッケー。まあ、最悪どっかの盤面、神剣置きに行って、上から殴って倒す感じでいいかな。薬刀石。焼かない。で、これは多分暗黒鏡であと2回耐えるから、熱湯こっち2回打つチャンスあると思うんだよね。焼いてしまえば神剣引きがめっちゃ余裕だな。そっから再、光合成で SR とかできるんじゃないかな。もう一発耐えるか怪しい。てか耐えなそうならいいんだな。この辺で焼いてほしい。オッケー。これはめっちゃでかい。ドヒドイデの薬は、まあでもネット3回ぐらい打ってるから、あ、何回 ?2 回か ?2 回か。2回で開けたのは運いいかもね。役割対象的に、まあ、海流とか考えるとヒットポイント残したい感じあるか。素直に引くか。これ海流ちょっとめんどくさいな。相手も引いてるサンダーかな。サンダー投げてる。まあでもドヒドイデは交代して裏に引くと、ポイントが回復するっていうのが意味があるわけで、そうそうそう、これでいいんだよ。で、いやーここダイジェットかな。まあでもいいや、ヤドキング引きだね。暴風かわすならまあ余裕生まれるし、ダイジェットで突っ込んでくるんだったらこっちダイマ切って、玉ダイジェットが浮かんないんだけど、木の実あるからまあ運ターンしてなんとかなんじゃないかな。まあ、大ウォールも一回挟めるわけだから、割と。ただね、サンダーをじゃあ役割対象として常にヤドキングを選出して封殺できるかっていうとどうなんだろう。ボルチェンで最近殺されるのが多いから、バンギよりヤドキングの方が僕が投げたい気持ちになってるだけで、本来はやっぱりバンギなんだよな、サンダーを殺す枠は。あ、オッケーオッケーオッケー。ダイマックス作になる方がきつくて、ここダイマから入ってくれるんだったら大丈夫だ。俺電気技さ、ボルチェンしかないタイプだったりしない？それだと楽だな。ボルチェン、暴風、熱風、と、羽休めみたいな。まあ、裏でサイクル回せる駒がちゃんと揃ってんだったら、その構成もありそうだけど、玉大ジェット結構入るぞ。強えな。これが強え。120ぐらい入ってるよね。ダイマして、まあ大丈夫か。ウォールから入っていいね。多分、神剣大アタック打っても殺されちゃうから、これでいいと思うんだよな。ウロス焼けてるから結構でも、裏の展開は楽だから、ここさえ頑張って抑えちゃえば、なんとかなる感じあるかな。ちょっとね、ヘドロー、ドヒドイデがいる関係で、ヘドロー、ヤドキング持ってなかったから、今回混乱身にしてるんだけど、こういう展開にやっぱ混乱身の方が強いね。長いサイクルになるんだったら、ヘドローでちょびちょびずっと回復し続ける方が、有意義な気がするんだけど、こういう打ち合いになるんだったら、やっぱ、瞬間的にバッて回復できるから、それが強い。オッケー、耐えて、玉暴風だから痛えぞ、結構。ドヒドで、受けれんのかな。引き先にさえなれるレベルであれば、一回引いてヤドキング投げ直してっていう動きでだいぶ、対応効いてるんだけど。まあ、一体捨てる前提の考え方も必要か。まあ、ここはアシッド連打でいいね。ボルチェンで引いてくる、はい。あ、それはいいよ、全然。引いてくれんのマジで助かる。そうすると、ヤドキングもこっち一回引けることになるから。で、暴風で倒せないでしょ？多分これ、電気技相手、ボルチェンしかないんだよな。おそらく。そうだったらなんか今みたいな行動取ってくるのめちゃくちゃ、ガテンがいくもんね。ウーラオス投げて、ウーラオス殺して、あ、ドサイ、はい。まあ、それはいいかな。こうなると、神剣で全員上取れてるから。まあ、そうだったら、ここストリーム打ちたかったっていうのは、まあまあ言ってもしょうがない話だね。まあ、素直に神剣投げたところに本地飛んでくんのがうざいけど。ドヒドイデをかといって投げ、まあでもいいか、ウーラオスもう大丈夫だから、ドヒドイデ捨ててもいいね、これだったら。
っていう感じの動きでいいかな。まあ、裏見えてるから、本地が相手押さないと思うけど。まあ、そうだよね。これは安く受けれるから OK で。これね、相手本地連打できないよな。こっちドヒドヒで熱湯で捨てるの全然あるから。死に出し神剣の方がいいか。いや、ここ神剣投げて、リフブレ打ちに行く方がいいと思うね。うん。神剣着地する。本地連打はさすがにない。ああ、そうだよね。これが結構効くんだよな。強えよな、こいつ。まあ、ここはリフブレでいいかな。ドサイドン倒せるんだったらそれはそれでいいし。まあ、倒せないなら倒せないで。まあまあまあ、みたいな。神剣がヒットポイントさえ残っ、1でも残ってれば、こいつ上から動けるから。いや、ただ、ウロスが、タスキで不意打ちあること考って絶対あるから、そこだけちょっと気をつけなきゃいけないけど。まあでも言うてなんだかんだドヒドイデをうまく、その、雑に行かずに立ち回れてるから、生き残らせる、残らせれてるからね。このドサイさえなんとかできれば。ドサイにどんぐらい入るんだろう。でもドサイ B 硬いからな、結構。殺せんのかな？強っ。バグでしょ。ガチか。まあ、ダイマされたりして役割関係が変わってくると難しいんだけど、そうじゃないのであれば、まあ、やっぱ止められないか。こうなると、もうあれだね、きついポケモンがいないから。はい、ダンサー。ここどうすんのがいいかな？ウロスはドヒドイデで間に合っているから、素直に神剣捨てる方がいいか。まあ、リフブレでも打っとくか。ドリ、ギロチンしてもいいっちゃいいんだけど。せっかく上がってるから。ああ、オッケー。まあ、静電気は良くて、羽休めがめんどくさい。ボルチェンはオッケー。これ、玉ダメで死ぬくない？神剣も死ぬけど、半減で3打にあんだけ入んの偉いなぁ、ガチで。で、ラストウラオスドヒドイデで詰めて勝ちだね。いや、やっぱサンダーのね、ボルチェンしてくるタイプには、再生力のある駒投げるのがいいね。地面タイプ本当は投げたいんだけど、地面タイプでサンダーを厚出しから受けれるポケモンって存在、僕が見た限りではあんましなかった気がするんだよね。まあ、まともなスペックをしてるっていうと、あれだけど、そこそこちゃんと汎用性があって、っていう中だとなんか、想像つかなかったから、まあ、再生力で、持ってて受かるポケモンを投げるっていうのは一つなんか回答なのかなって今思ってます。じゃあ2戦目いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。まあそう、さっき話したそのサンダーに対する回答をね、どれだけなんか汎用性が高くて太いものを用意できるかっていうのがこのシーズンは確実に課題の一つになってくるから、めちゃくちゃ考えてるんだけど、いくつか選択肢があって、このヤドキングみたいに電気の一貫切れないんだけど、再生力でボルチェンをケアしつつ、ダイマックスにそこそこ対応できる。で、場合によってはヤドキングバンギって選出ができてれば、かなり安定的に対応が効くっていうのが、まあ、60点くらいかな？ 60 点くらい点数上げれる回答の多分一つだと思ってて、他には多分まあ、地面タイプを、とタイプ受けを、通知受けをうまく絡めるみたいなノリかな？カバルゾンとか汎用性があるとかとね、ランドロスとかうまく絡めるとかだけど、ダイジェットがやっぱいかんせんきついのと、ラムあるかないかゲーがね、僕はすごい苦手なんで、困るなっていう話があったりしますね。で、あとは、なんか電気タイプに、その蓄電とか電気エンジンとかそういう特性持ってる子まで受けるっていう感じも、まあそうすると自然とダイジェットも半減で受けれて、なんか強いのかなって思ってるんだけど、まあ回復技持ってるポケモンがなんかあんまいないんだよね。あ、じゃあ僕が見切れてないだけなのかもしんないんだけど、ちょっと待って、選出やばい。これはヤドキングいなくて、これバンギの方がいいな。で、ドヒドイでも欲しい。ドヒドバンギアット1で、神剣、ドヒドイで、バンギラス。ガブリラスきつい。まずい。ガブリラスきつい。で、なんかさ、剣舞してきてさ、炎技持ってるドサイドンもそうだけどさ、それ結構きついよな。そういうのってなんか大体地面タイプ、ドサイドンとその、ガブリラスかの2体なんだけどさ、なんか、まあ、エアムドで受けることを想定してたんだけど、な、割ときついね、なんか。火炎から来る。
これはまあ、ドヒドで見れてる枠だから、いいかな。まあ、威嚇もらっちゃうけど、てか、これで威嚇でちょっとサイクルされんのは少し、うざいね。で、ドヒドイではマジでね、もうこの三つ目の、キリかさ、毒毒か毒ビシかの技スペ一生悩んでるからね。毒毒欲しい場面多いし、毒毒が、今は強いゲームだと思うんだよな。てか、まあ、毒毒が一生強いゲームだと思うんだけど。これダイナックルが雑魚なせいで完全に舐められてるね。鬼火から入ってきた。まあ、これは裏熱湯で焼けたらそれが一番美味しいかな。で、ガオガエンかん、まあ、技構成次第だけど、でも鬼火あるのは結構めんどくさいね。見過ごせない感じがある。いや、こういう盤面でさ、毒毒をバッて打てるのが強いんだよね。サンダーとかランドロスみたいな、浮いてるのにもさ、毒ビシと違って通るから。だから、霧がないとやっぱね、ミミックとかが不安になりすぎるね。霧が、まあ、霧か毒毒だと思ってるけど、僕は今。だ毒ビシはね、裏のポリツとかに、そう、サンダー出てくるでしょ？もうこういう時に毒毒打ちたすぎるんだよな、ガチで。焼かない？劣化版毒みたいなもんだよ。オッケー。焼けんならいいね。劣化劣化版だけどな、完全に。ボルチェンがあるかないかを見たいけど。まあ、統治家から入っていいかな、一回。こいつ、まあ、積んでくる技がまだないだけマシで。あー、釣ってるね。バンギ釣ってるでしょ、俺。ガブリアス。どうしよっかな。ヤドキングじゃないや。ガオガエンは多分回復身持ってるから、神剣でどうこうしようみたいな、ちょっとアホらしいことになるよな。自信素直に打ってくるとは思えないけど、裏に神、こいつで崩しに来るわけでしょ？霧から入ろう。いやー、自信だったら神剣引きたかった。それかせめてネット落ちたかった。ネットでよかったかな、ここ。どうしよっかな。割と困ったことなったな。まあ、カータナ引くんだけど。まあ、相手はこれ自信連打で良くなってて。スカガブとかあったらめちゃくちゃ楽なんだけど。どうしよっかな。こっち裏にでも別にダイマックスを必要とする場面ないから、ダイマ切るならここなんじゃないかな。スチル。大草原。スチル打ってさ、耐えるとは思えないけど、まあ、スチル打つか。引いてる。これ、神剣で間に合ってるやつじゃない？楕円来ちゃったね。いやー、早まったかなー。でも別に裏にも引けないし。ガブリアス、こだわってる臭くない？スカガブとかでしょ？あれ。サンダーとかに貫かれる展開になった時に、サンダーが、相手をサンダーがこっちのサンダーに押し負けた時に、多分ガオガエンじゃきつくて、スカガブでなんとかしようみたいな話なのかな。ちょ、考えてる意図があんまわかんないけど。ここ相手捨て台詞安定っぽく見えるけど。いやー、捨て台詞打ってくるかなー。こいつにでも鬼火入れるのが相手は何より優先だと思うんだよね。ドヒド引きでいいか。何かしら仕掛けに行きたいけど。いやー、ダイマックス無駄打ちしたのガチで、バカだったかもしれん。はいはいはい。これは良くて。これ交代屋に出てくるガブリアス焼くしかもうないね。じゃないと多分、ダイアースで殺されるから。神剣マナ HP だと、地震のダメージ的に後出し効かないでしょ。ガブリアス焼け、マジで。サンダーから出てきたらもうネットで突っ張るからね。やると言ったらやるよ。ガブリアス焼くと言ったら焼くからね、マジで。
サンダー、はい。いやでもこっちまだ番組見せてないから、相手からすると、これサンダーめっちゃ通せるように見えてると思うんだよな。いや、待って、ごめん、やると言ったらやるって言ったけど、番組引くわ。気が変わっちゃった。ごめん。やらないことになったね。オッケー、相手引いてないでしょ？で、ボルチェンないんだよね、さっきのとこ釣ってるんだったら。ボルチェンあるのに釣り交換する意味ないから。砂起こして、放電、はい。で、多分まあ相手こう番、ガブを投げに来る場面でしょ？絶対にガブを投げに来る場面で、ガオガエン、まあ番技でも相手できなくはないかな。そこそこ。嫉妬炎鬼火捨て台詞@1で多分番組には打点ないと思うから、ね、ここど、神剣行くしかないか。やばい、これ砂巻いたのガチで最悪なことになったな。引いてるよね。あ、こう外縁なんだ。へぇー。ガブを直投げしてこない。威嚇を絡めるのが目的か？難しくて。あー、どっちかなー。捨て台詞なんだったら、こう突っ込みたくて、嫉妬の炎だったら引きたい。番技、いやー、ドヒドヒ引きたいなー。引きたいけどなー、めちゃくちゃ。引きたいねー、めちゃくちゃねー。砂何ターン？ 3 ターン。いやー、引きたい、引きたい、マジで裏に引きたい。本当に引きたい。逃げちゃダメだ。ま、いや、まだまだ、相手の方が遅いから、攻防戦を回復量、しょっぱくなっちゃったけど、これでダイヤス1回は耐えないかな。オッケーオッケーオッケー。これ引いてたら、あれだね。ガブ出てきて、ダイアース打たれるだけで負けるから、ドヒト引いちゃいけなかったと思うんだよね、今のとこ。これで相手サンダー出すしかないでしょ？いや、ダイマックスさ、早めに切ったのマジでバカだったな。ダイマックスを無駄打ちしちゃった時のもうさ、絶望感と言ったらないよね。ここガブリアスなんだ。スカガブだから地震激鱗岩技@1なんだけど、ステロとか挟むんじゃないかな。研磨ないんだったらさ、崩す技、ん？だ、その、いや、わかんないなぁ。さっきんとこ炎の牙で突っ込めたわけだから、こだわってると思うんだよなぁ。ねぇ、どうしよう。いっちゃえ。耐えてギロチン当てれば勝ちだわ。スカーフではない。あああ、でもここで炎の牙なんだったら、これしか勝ち筋なかったから、仕方ないかな。仕方ないね。これでダイアスで負けたから、無理だな。もうダイマックスマジ下手すぎ、僕このゲーム。もうダイマックスマジで理解できん。じゃあお疲れ様でした。